さあ仕掛けていったのはテイ選手、それを見て水お兄ちゃんウルトで1回待ってからエンビが前に行く。バグナイトキルを狙いに行ってワースプラを取ったら水お兄ちゃんイグナイトキルだが、オゾンロンページメロメロンきっちり拾い返す。お兄ちゃん水お兄ちゃんかなりいいダメージを出しているが、さあダブルキル取っていくのがメロメロン、モルガナのウルトでスタンはした。沖縄ソロとランページいい混戦だ。夢近でライフがある。ブラックシールドから1キル拾ってジャンプ開く。もう1回ジャンプ1キル、6キルとの2キル、3キル、3キル目、ダブルキル目打ち。さすがに無理がある。さあカズが一度懐に入ってランタンがある。かなり懐に入った。いいわ、ブラックシールドですね。逆ね、夢落ち持っていける。いや、ただここエンビーカズフラッシュアウト。さあ爆弾 X も裏には寄っていた。しかしもうエリケリ落ちているが、ここで水お兄ちゃんもローミングシャットダウン。スネはうまく4ビーが避ける。テレポートも入ってくるが、ブッシュなエンビーを囲んだ。ただこれベイト、ランページも囲んでいる。テイと青田が来た。まずはスネをかめて爆弾 X、 とにかく路上を落としに行く。さあランページまずは1キル拾い返すが、水お兄ちゃんまだ生き残っている。爆弾 X が一度倒れるが、都市部もいるぞ。いやテイ選手フラッシュからスネアコンボ。さあ、3、2交換。さあ、ここでドラゴン戦。またフックから仕掛けて、カズが、いやー、きっちりと処理。水お兄ちゃん、ウルトタランス。押し部、いいダメージを出している。ただ、ここはフック。沼で一度盛り上がるぞ。ここに夢落ち、ジャンプ、ジャンプ。いや、逃げてしまった。さあ、逃げ切った。バクロ X、ど真ん中で暴れている。エンビ、落とし切って。一気、沖縄から爆発する。アウトが前線。テイが後ろで、ちょっとスキルがクールダウンか、ダメージが出せない。これ、4キルゲット。さあちょっとエンビ選手が仕掛けている動きだ。ここダイブになっているので、ウルトを吐かせるような形となる。ここにメロメロンステルス、スネア絡めて、ランページ完璧ですね。トラップスネア、もう一度ザーン。ここはフラッシュがギリギリ上がっている。ザーンスネア、さあ決まっている。ここでカズは時間を稼ぐような動き、前に出るが、バクレックスフラッシュアウト。あーちょっとミスった。それを見た夢落ちジャンプで入っていく。さあこれでまたテイ選手のウルトはない。ここも見えている。フラッシュインからのスネは渡ってはいない。青高がウルトを展開してはいるが、ダメージがさすがに一部以降前に一度出ますが、エンビは前に出れないと判断。さらに後ろでは投資部からテイ、おーきっちり決めて夢落ちダブルキル。さらに3キル目シャットダウンはメロメロンですが、拾い返していますね。爆弾 X もきっちり。さあここ一つグループアップしている。テイが前に出るが、ここバクナ X も待機している。さあ集団戦になった。青高が前に出て時間を稼ぐが、エンビーは夢落ちに捕まえたが、夢落ちは逃げ切ったが、水お兄ちゃんが狙われているが、ウルトをもらったのは青高のみ。非常に硬いが、都市部のダメージが、都市部のダメージ、いやテイもダメージを出す。ここで夢落ちが参加ができていないのが少し落ちが、ダブルキル持っていくの夢落ち。さあここも2-2、集団戦であればですが、ただテイ選手が非常に強い。夢落ち赤バフがある。ビッグダメージ、ジャンプジャンプ、ジャンプ弾き飛ばして沖縄のトラン。集団戦はエースゲット。裏に入った。ブッシュ内バレている、リコールバレている、止められた。エンビーが全て止めた。フックが決まる。夢落ちしたからテイがいるのは分かって、ジャンプ、ランページ素晴らしい集団戦の入り方だ。シャットダウンしたのはエンビーから、もう1キル拾って水お兄ちゃんもどうなる。時間稼ぐが関係がない。最後はバックダック倒してオゾンランページエースゲット。さあ互いのテレポート上がっている状態。バークナイクスまずは仕掛けているが、フラッシュインから青田が夢落ちに仕掛けていく。エンビウルトがあるか。ただ夢落ち全然ライフが減らない。フラッシュにテイが入ったところにエンビが反応して一瞬で夢落ちダウン。さあゾーニャで時間を稼ぐが、これはもうライフが低い。ウルトを打ってレッドする形。ロージョもゾーニャ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 、タが全てシャットダウン。少しマイナスな時間を過ごしてしまった。おっとこれは今スティールしましたか。いやスティールはできてはいない。おおスティール成功。ローライフちょっと怖いですが、ボットレンガンクメロメロン、フラッシュはない。ランタン乗り切ったが、そこにはカルマがいる。ただ CC がうまく決めれない。逆に引っ張ったカズ、ザイスプレーだが、ワースプレーを取ったらバクダ X 拾い切れるか。メロメロ、いやここはヒール。エンビー囲まれる動きになっているが、先に仕掛けてバクダ X が落ちきった。ウルト使えずグラガス。
さらにじゃあダイブフラッシュアウト、イグナイトでキルを持っていく。裏から間に合っているロジョは、おお綺麗にランタンで避けてロジョを落としきる。そしてエンビットの夢落ちだ。ワンオンワンの勝負、バーストをうまく避けるが夢落ちまだ生きているが、メロメロ1キル拾って、ここにトシペがいるが、さすがに1分1差、逃げ切れるか、逃げ切れるか。1回9は避けて EQ、時間を稼いだ。ただテイまだまだがあるぞ。フック通常2回シールド、あー、OK、当たって1人のところを狙ってといった動きが重要になってくると思いますね。いわゆるキャッチを狙いに行くってことですが、シールドがナフされているためにフックが決まる。ここフラッシュアウト、テイの爆弾ビッグダメージ、そのままエンビ1キル拾ってジャンプダブルキル、3キルゲットランページ強気ですね、本当に。いや強気ですね。モルト使っていますね。フラッシュイン包丁当ててランタン置いている。都市部1回スキルショット当たる、デマーシアで1回逃げて、フックは避けつつボム、いやダメージがすごい。最後はエンビ、いやーこれウルトメロメロン打ちますかね。おー、きっちり当てますね。ナイスキル。さあもう青田が前に出て夢落ち、何もできない状況か。バグレックスにフォーカス浴びていくのはエンビ、そのままボムで一気にライフ削って1キル拾っていく。トシブが気づいてみればメロメロンによってダウンされていた。さあテイはいい形でさあ QW コンボで3キル目。LJ リーグさん言えないわ言えないわ。レボルさんファイト、どうぞ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 。いや、あのなんで僕絶句したかっていうとですね、あの過去ウィンタースプリング、まあ、そしてサマーとオフラインやってきましたけれども、リアルタイムで女性から何かしらの差し入れがあるのは僕の解説者のみなんですよ。あの多分会津さんが解説者をいじめてるからじゃないですか。なるほど、違う会津さんのせいだと思います。これがあの何でしたっけ、僕のツイッターのアイコンで、ツイッターのアイコンで綱子さんが書いてもらったんですね。トランドルですね。なるほど、僕の大好きなチャンピオン。そしてこっちがレブルさんファイト。あ、いやいいですね。イエーイ、いやすげえ嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。本当に嬉しそうだった。僕初めてですよ、あの差し入れもらったの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ブッシュレ気づいていきなり入りに行く。イグナイトフラッシュアウト。E のスローがつく。Q 当たっている。おお。ランタン E フックフラッシュアウト。Q が、いやこれはロージョが狙われる。さあユタプロイド 1V2 でライフが低いんでカバーに来る動き。ロージョフラッシュがない。Q。当たる。さあミッドレーンでも仕掛けて、ウルトからミドリちゃんウルトで仕掛けて、パシブ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 、おーいない、おーあーダミニオンダメージ、ピングも鳴っていてこちらには分かっている。リオシルバ仕掛ける、ただレベル6ランタンで呼ぶのはアスタロール。フックは当たっていないが Q はきっちり。さあバグレックスフラッシュイグナイト、おテレポートが、いや避ける、さあユタプロイド 1V2 ヒールがある、ヒールがある、ヒールがあるぞ。これ夢落ちバリア、おーダブルキル、これだいぶだいぶですかね。さあ、ま、ワードは、あー映った、映った、ロジョが慌てて刺した、だいぶランタン置いた。フラッシュインからいいで夢落ち選手仕掛けていくが、いやーロージョが一瞬でダウン。さらに夢落ち選手ウルトでユタプロイド殴りに行きたいがヒール、テレポートトシブ硬いぞ。さあここに返しに来るように置き出したらフラッシュイン、トシブ知らない、シャットダウンしていくのはミトお兄ちゃん。ここにバックレープ間に合ってウルトで打ち上げてダブルキル取っていく。ここですよ、でもここですよ、ここですよ、ここですよ。スネアからコンボを決めて、いやービッグダメージ。あのちなみにリオシルバ選手のスレッシュの勝率が 100% ウィン
じゃなかったでしたか。ランペイ戦で負けたんで 90% 以上は確かにそれでも超えているはずです、はい、アサロ選手まだ捕まえてバグナイクスウルトをセーブした。やたらミゾニーちゃんいいダメージは出しましたが、ボンジュ選手が1キロを拾う形。さあロジョ少し前に出ると怖いぜ。おーい、ここもフックエグゾーストタワーダイブ、バグナイクスウルトを展開しましたが、利用すればフラッシュアウト。ボンジン選手トリプルキルゲット、都市部テレポートで使って、さすがに 1v5 はまずい。さあ入ってアスタロール後ろを展開して、いやータイタルウェブ3人にロジを当てていく。後ろから都市部水お兄ちゃん入っていきますが、セロスが仕掛けてユタプロイド1キル2キルと拾っている。そのまま逃げてムンド拾えるか、逃げ切るがフラッシュ、イズリアル乗ると当たらない、ランタンで逃げ切る。見えてないですね、見えてないですね。仕掛けた仕掛けた仕掛けた、スロー入った、イグナイト夢吉選手フラッシュワールがもうこれは使えない。ファーストブロール取っていく。さあ入りますよ、ガンクが入る。ユタプロイドレベル2、リオシロレベル2、ロジョレベル2、スタン決めて、イージーキルか、Q がフラッシュアウト、フラッシュイン、ダブルで近づいてイグナイト、フラッシュアウト、通常殴れない、フックで飛ばして夢落ち、Q は当てた、爆弾 X、 ランタン入った、いや出回しや、ロジョフラッシュがないか、フックどうしようもない。あっとウルト爆弾、あーこれ近づいたかまずいぞ、あーっと爆弾撃てない、撃った撃った、キルがチャームった、届かない。さあダイブウルト逃げ切る、王剣使った、凡人タワーした、ライフ低いがジリウルトは選択しない。ちょっとミスるような形になりましたか。ウルトがまだ上がっていないんですね、ちょっと無理をしすぎた。これは集団戦のミスか、いやただウタプロイド爆弾でも放置ですね。さあもう1キル、もう1キル、もう1キル、これ生まれそうだ生まれそうだ、ロジョローライフ逃げて逃げて逃げて、爆弾 X まで狙われてる、いや射程が長い、ダブルキル、味方が来てようやく仕掛けに行くタイミングではもう、ただこれレーンにもいるんですね。仕掛ける出ました、3人囲んだ、フック決めて、裏にはセロス、ウタプロイドがフリーだ、凡人ナイスウルト、セロスは放置してもタワーを殴っている形、夢落ちローライフ、セロスはこれウルト使う、緑茶ダメージを出すとまずいということで一旦引く、都市部ウルトは残っているが、凡人のスローが2人に囲っている、セロスウルト発動、デッドしない、ドリブル取っていくのはウタプロイド。さあやりましたよ、そしてこれ気づいてないですね、気づいていない、気づいていない、バロンラッシュバロンラッシュバロンラッシュ、全く気づいていない、視界はない、ただバロンが強い、非常に強い、ライフがもう5割、いやー一発食らうことに非常に強いが成功、これは沖縄からビッグプレーですね。そうですね、素晴らしいですね、ワードがないことをしっかりと分かってましたね。トラ完全にチーム読み、さあそしてそこにリオシルバー、リオシルバーフック狙う、あーチャーム外した、トラはいいトラップだったんだが夢落ち、前に出てしまった、オーカスアビで裏では出ますよ、みたいに囲ってローク前に出るキック、ラスタロールをインセクキックしたのは爆弾 X ですが、ヒルが拾えない、どうしようもない、3キル取って頑張ったがトリプルキル取っていくのはユタプロイド。いや今から置きたい、スネアかかったアスタロール、 EQ フラッシュアウト打ち、おーフラッシュ、何ですかそれは。もう一度出回しや、ショックウェーブ返す、セロスフラッシュインからスネア、いやおーおーあー気づいてない、気づいてない、いや気づきましたね、やっぱ気づきましたね、気づきましたね、アウトフラッシュイン、テレポートショックウェーブ、これは素晴らしい逆だ、ここはタワーダイブがアダになるか、あったらコウン選手近づいてスロー、ただセロ選手、ただレインブレインにダメージをかなり取った、ボンジン選手が仕掛けるがコウン選手ダメージ出したいが、ここはボンジンの魔王界、魔王界が
カウンター、スネアから、いけ、スネア、スロー、さあ、ただレインブレイム1キル返した。さあ、入ってくる RJ、ね、テレポート、強気、タイタルウェーブ、バブル、レールベルト、ナイスだ、バブル。さあ、これレインブレイ、キックから9、完全に孤立させた。これはデッドですね。モンジー選手、スネアとアイタルウェイ待っていたリールベルト、いやーただバースト。さあ折りに行っている、折りに行っている、折れる、折れちゃう、折れてしまう。スネア広告選手前に出てタワーを先に折った瞬間出ました、3人囲んだショックウェブでカウンター、でやーただ3キルゲットしたのはフォーカスミー、アスタロール、完璧なウルト、早い早い、おお、ショックウェーバーダブルで避けた、アパメン捕まえた、フラッシュアウト、後ろからバーベル、リールベルト、完璧だった、らダウンしたのはアパメン、出ました、2人囲んでフラッシュアウト、その中にボンジンが前に出て、ユータプロイドがタワーダメージを受けながらダブルキル、全員のウルトがあるのでパッシブで力み狙えない、ノーデッド4キル、完璧ですね、ギアンのレベル11、ここも重要ですよね。ファイタルウェーブ、フラッシーセロス、なんだそれ、ダワーダイブ、アッパーメン殺しきる、さらに EQ 当ててリキピーをゾーニング、レインブレインがこれはカバーするが、広告選手これはさすがに1キル拾えるか、スネアが、いやービッグダメージ、さあ仕掛けていったのはテイ選手、それを見て水お兄ちゃんウルトで1回待ってからエンビが前に行く、バグナイクスのキルを狙いに行ってワースプラを取ったの水お兄ちゃん、イグナイトキル、だがオゾンロップ選手メロメロンきっちり拾い返す、お兄ちゃん、水お兄ちゃんかなりいいダメージを出しているが、さあダブルキル取っていくのがメロメロン、モルガナのウルトでスタンはした、沖縄ソロとランページいいコンセンター、夢近なライフがある、ブラックシールドから1キル拾ってジャンプワーク、もう1回ジャンプ、1キル、6キルとの2キル、3キル、3キル目、ダブルキル目打ち。さあここ一つグループアップしている、テイが前に出るが、ここバックナイクスも待機している。さあ集団戦になった、青高が前に出て時間を稼ぐが、エンピーは夢落ちに捕まえたが、夢落ちは逃げ切ったが、水お兄ちゃんが狙われているが、ウルトをもらったのは青高のみ、非常に硬いが、都市部のダメージが、都市部のダメージが、テイもダメージを出す、ここで夢落ちが参加ができていないのか、少し落ちがダブルキル持っていくの夢落ち。さあここも2-2、集団戦であればですが、ただテイ選手が非常に強い、夢落ち、赤バフがある、ビッグダメージ、ジャンプジャンプジャンプ、弾き飛ばして沖縄のトラ、集団戦はエースゲット。いや今から起きたい、スネアかかった、アスタロールアウト、打ち、おー、ブラッシュ、何ですかそれは。ギアンのレベル11、ここも重要ですよね。ファイタルウェーブ、フラッシーセロス、なんだそれ、ダワーダイブ、アッパーメン殺しきる、さらに EQ 当ててリキピーをゾーニング、レインブレインがこれはカバーするが、広告選手これはさすがに1キル拾えるか、スネアが、いやー、ビッグダメージ。